はい、皆さんこんばんは。遠洋呉服店ライブ配信始めさせていただきます。今まで遠洋呉服店のライブ配信見ていただいた方は以前ですね、2日前まで、ほとんど毎日という形で、10日間ライブ配信をさせていただいておりました。で、2日間ほど少しお休みをいただいて、またこのライブ配信を始めさせていただきました。で、まあ、後々でもまたお話はさせていただきますが、毎日の配信っていうのはやっぱりちょっとこう大変だったので、次は少し間隔を空けての配信でやっていきたいなと思っております。そしてまずは今回このライブ配信をしますということを、結構着物の関係のグループに、投稿してみましたが、まあ、そこまで視聴者の方は多くないので、ほとんど多分皆さんですね、今まで見ていただいている方ではないかと思います。コメントを少し、前田さんありがとうございます。こんばんは。清水さんありがとうございます。こんばんは。素晴らしい。谷川さんもありがとうございます。あ、佐藤さんありがとうございます。もう皆勤賞の方が大勢で、河野さんもありがとうございます。大口さんこんばんは、ありがとうございます。皆様最初のオープニング、オープニングでなんかいろいろと BGM と一緒に流れておりましたが、見ていただけましたでしょうか。2日間のお休みを経てああいう動画を作ってしまいました。まあちょっと簡単な動画なので、もう少し本当は、手の込んだものを作りたいなという思いはあるんですけど。吉田さんこんばんは。この時間はまだ寝てないですか。大丈夫ですか。ありがとうございます。で、今日は今日のテーマですね。今日のテーマについてをまず、はい、本日のテーマは着物の種類彩というふうにさせていただきました。昨日一昨日までの10回のライブ配信の中で、テーマについ、この着物の種類のテーマは1回させていただいております。でその時に着物の種類と TPO の話をしまして、種類プラス TPO の話ですね、させていただいて、すごく、まあ、かなり はしょりでやってしまったという感じになったのと、ちょっと難しい話になってしまったかなという思いもあり、改めて着物の種類のお話、させていただこうかなと思ってます。大国さんこんばんは、お疲れ様です。ありがとうございます。清水さん素敵でしたか、ありがとうございます。あの30秒ぐらいの動画なんですが、あの動画を作るために、時間がだいたい3時間ぐらいかかってますので、まあ、もともと YouTube を僕はやってたので、あ、やってたというか、まあ、動画を出してたので、その時に使う編集ソフトで、やってみたんですね。で、このテーマ着物の種類についてということでやります。まあ、基本的には、着物ビギナーの方に向けた、まあ、配信といいますか、勉強といいますか、そういう内容をしていきたいなと思っています。なるべく簡単に難しいことは話はせず、大きな括りで着物のことを知ってもらおうかと。で、この配信自体も、まあ、今全国的に着物のイベントといいますか、まあ、呉服屋さんも展示会などもそうですし、まあ、様々なイベントがもうなくなってしまって、すごく寂しい状態ですので、この動画を通して、こうやってコメントを通して着物の話題で、みんなで楽しくお話ができると楽しいんじゃないかなという思いで、この動画を配信させていただいております。
ではまず着物の種類についてのお話で、ちょっとお待ちくださいね。いろいろ出てしまいましたが、はい、ざっと出てますね。着物の種類についてのお話をさせていただきます。まあ振袖、紋付き、トペ袖、いろいろ書いてありますが、振袖、紋付き、トペ袖、訪問着、付け下げ、色無地、保紋、紡ぎ、木綿、ポリエステルというふうになっておりますが、それぞれを写真もしくはイラストで、見ながら、まあ、それぞれの定義といいますか、まあ、振袖や紋付き、留め袖あたりは皆さんご存知だと思うんですが、次に訪問着や付け下げの違い、このあたりはすごくご質問が多いです。あとは小紋の中でも飛び柄の小紋、総柄の小紋 とかですね、ちょっとこの辺りの、種類の説明を簡単にさせていただきます。この着物の種類を説明するにあたって、僕もいろいろ種類、資料を作りながら思ってましたが、まず最初に着物のことを説明するためには大事な話が、後染めの着物と先染めの着物というものを、前もって説明をしておかないといけません。先に後染めという着物をご紹介します。これは大きな枠組みでの紹介ですが、柔らかい白生地ですね、を後から染める着物、柔らかものとも言われておりますが、これが後染めの着物で、よりフォーマル向き、清掃向きなものですね。すべてがそうではないですけども、よりフォーマル向きな種類です。で、じゃあ対して先染めというのはどういうものかというと、糸を先に染めてから色の濃淡で柄を織り出していく、カジュアルな着物に多いというものになります。この後染めと先染めを2種類知っておいてもらって、まあ、振袖、まずは振袖という種類ですが、先ほど大振袖、ちょっと待ってくださいね、大振袖、中振袖、小振袖というものを出してましたが、まあ、基本的に今成人式で、振袖を作った場合、ほぼその方の身長によってその袖丈というものが決まってます。ただ、まあ、その大振袖、中振袖、小振袖、振袖の袖が長くなれば長くなるほど、よりフォーマルなものだというふうに言われています。大振袖というのはだいたい三尺と呼ばれる長さ、中振袖が二尺五寸、小振袖が二尺と呼ばれるものですね。まあ、このあたりはほとんど皆様だいたいご存知だと思うので、詳しく話す必要はないかなと思ったんですが、振袖の中でも例えば色無地の振袖とか、これも、振袖です。染め方とか柄とかは関係ないということですね。着物の形というか袖の長さで振袖かどうかが決まる。色無地でも振袖はあります。それから奄美大島の方では大島紬で作った振袖というものもありました。そういうもので、つまり紬と呼ばれるものでも振袖の形で、振袖はあると。大島紬の振袖というものがあります。なので厳密に言うと振袖と呼ばれるのは、形状というかですね、形状で、決められるものですが、先ほど言ったように後染め先染めという観点からすると、先染めの大島紬だとかで作る振袖よりは、後染めの友禅、絵で描いてあるものの振袖のフォーマル向きであるということになります。ちょっとお待ちくださいね、コメントが来ております。
なぜ先染めの着物は織物、カジュアル、決めつけがありますね。フォーマルにも使える先染めの着物もあります。はい、あります。ただ、大多数は、今の枠組みが基本ベースだと思ってもらった方が僕は分かりやすいかなと思って、言っております。後で紬のところでも出てきますが、先染めというのはいわゆる、紬ですね。そういうもので、フォーマルにも使えるというのは紬の訪問着というのも出てきます。後でちょっとまた説明を。はい、石野さんこんばんは。ありがとうございます。そうですね。大島紬で振袖を作る場合は2単同じ柄のものを、用意すればできます。この2単同じ柄を用意するっていうのが案外難しいですね。と思います。出来上がってすぐそういうものを仕入れないといけませんので。そして次、留め袖。留め袖というものも大体皆さんご存知だと思います。黒い色の、留め袖の中の黒留め袖。この写真は、営業呉服店にある商品を陳列した時に、撮った写真なんですが、このように、基本的には、基本的にはというか黒ですね。地色は黒。そこに裾回りだけ柄が入ります。これが留め袖。で、黒留め袖のところにもう一つ書いてましたのが、色留め袖でございます。色留め袖というのは、えいながさんありがとうございます。今日 Facebook でもメッセージもいただいておりましてありがとうございました。色留め袖。この色留め袖は私の妻が着ている色留め袖です。先ほどと黒留め袖と同じように、裾回りだけ柄があります。上半身、袖回りには柄はありません。こういう作りになったものを色留め袖と言います。で、黒留め袖は、先ほど見ていただいたものに5つ紋を入れると、5つ紋を入れた状態で第一礼装と言われています。留め袖に黒留め袖に5つ紋を入れないパターンというのはあまりないと思うので、原則ほぼ5つ紋が入れると思います。そうすると第一礼装。で、対してこの私の妻が着ている色留め袖は、5つ紋は入れませんでした。背中に1つだけの紋を入れて、あまりかしこまらず、訪問着代わりに着れるような着方をしようというふうにしております。ちょっとこのあたりになると TPO の話になるので、一旦置いておきます。まずは、裾周りに柄があるもの、上半身には柄がないものが留め袖で、色付きのものが色留めです。色留め袖ですよというご紹介。そして次に訪問着。訪問着になると、裾周りにも柄がありますが、肩のところ見ていただくと、本当はちょっと袖のところも欲しかったけど、いい写真がなくてすいません。襟元、肩、それから袖に柄があります。で、訪問着の定義という言い方をすると、裾周り、裾のところも柄がつながってる、奥身と呼ばれる部分と身頃と呼ばれる部分が柄がつながっているということと、それから襟のところ、肩のところが柄がつながっているというふうになります。これが訪問着ですね。ここの柄がつながるというところが、やっぱりそれだけ豪華さが出るという意味合いもあり、より手が込んでるという意味合いもあり、フォーマルな着物というふうにもなります。で、対してもう一つあるのが付け下げ。付け下げがちょっといい写真がなかったのですいません、手書きのイラストになってしまいましたが、付け下げと訪問着の違いは何なのかというのをよく聞かれます。基本的に付け下げというのは肩山、袖山に向かって柄が向かってるもの、上を向いているもの。前から見ても、これひらがなで円矢ということが書いてありますが、前から見てもちゃんと円矢が読める字が書いてある、絵が書いてある。後ろから見てもちゃんと円矢が
上に向かって読めるような格好で描かれているというのがスケーサーゲの定義になると思います。で、そうですね、スケーサーゲに関しては柄がつながってるかどうかというのが重要ではなく、一番重要なのはこの柄がどのように向いているか、方向がどうなっているかというのが一番の大事さといいますか、条件になります。あとは裾模様だけつながっているものとかあったりしますけども、まずは付け下げというのはこういうものですよと。本当は写真でご紹介できるとよかったんですが、すいません、このネットに勝手にいろんな写真を載せるというのはやっぱりあまり良くないと思いまして、イラストにしました。で、次がコモンの総柄ですね。ちょっとこれ絵がちっちゃくなっちゃったんですが、エンヤという文字が出ております。エンヤという文字が赤い文字と青い文字とあるんですが、まあ、上下が逆になってものが、順番にずっと同じ柄が繰り返されているものが総柄のコモン、ずっと、隙間なく埋まっているものというイメージですね。ずっとつながっている。で、前から見ると赤い文字の円矢は読めるけど、青い文字のは円矢は逆を向いてます。それがそのまま片山を通って後ろ側に行くと、今度は青い文字の円矢が読めるようになって、赤い文字の円矢は反対になるんですね。つまり、柄に上下がない、これがコモンですね。ちょっとやっぱり難しい話になってしまいますね。対して、そう、飛び柄の古文、飛び柄の古文というのは、先ほどの総柄がポンポンポンと飛んでる状態のことですね。もっと隙間がたくさん空いてます。今の、総柄の古文と飛び柄の古文でいうと、飛び柄の方が若干大丸向きというか、ちょっと改まったところでも着れるようなものが多いと思います。まあ、一概にはそうは言えないんですけど、総柄でも江戸古文というものが出てくるので、そうですね、ちょっと難しい細かい話になってしまいますが、で、プラス付け下げ古文というものをちょっと僕も作ってしまいましたが、まあ、先ほどの付け下げの定義に当てはめて、上を向く柄だけど古文のように連続でずっと柄が作られたものとかですね、こういうものもあって、ちょっとこのあたりは少し細かくなってしまいますね。少しここでコメントを見てみましょうか。あ、大国さんは、大国さんまたすごい文学的なお話をされますか。はい。あ、なるほどなるほど。そうですね。袖を振って、袖を振るのが許される未婚の女性は振り袖を着ると。で、袖を振るのが許されない既婚の女性は留め袖を着ると。そうですね、この、まあ、ここはちょっと TPO の話になってしまいますが、着物を着る、どういう人が着たらいいのかという話ですね。うん、そうですね。ということで、今の種類の話と、そこにプラスで次は紬や木綿やポリエステルというものが出てきます。で、まずは紬。紬というものは絵では説明ができないんですが、最初に説明をした先染めの着物、糸を先に染めて織るものですね。で、この紬というのは基本的にはカジュアルな着物と言われてますが、一番最初に前田さんからもご質問があったように、紬の訪問着というものもあります。紬の訪問着というものにありますが、まあ、この辺りの枠組みというのはすごく難しいところで、完全なフォーマルとして着れますよというのはなかなか言いにくいところはあります。やは
はり紬だからというの、思いもあるので、もし、まあ、紬の訪問着とそうでない柔らかもんの訪問着と2つで迷うのであれば、あのどちらを、訪問着を持ってないけどどっちを買おうかで迷うとか、ということであれば柔らかものの訪問着を1枚持っておかれる方がその後は万能に、着物は着やすいと思います。で、あとは木綿の着物、まあ、木綿の着物は、そうですね、まあ、すごくカジュアルな着物ですよと、あまり、訪問着柄、柄がつながっているようなものは少ないと思うのでいいと思います。あとポリエステル、ポリエステルで質問が多いのは、ポリエステルの例えば素材がポリエステルだから改まった席には着れないんですかというご質問をいただくことがよくあります。素材がポリエステルだから改まった席に着れないということは全くないです。つまりポリエステルの訪問着の着物もありますので、そういうものであれば、フォーマルな場所でも着ることができます。なので素材がもポリエステルの場合はかなり幅広くですね、訪問着もあれば付け下げ小紋、色無地、それから紬のように見せたポリエステルというのもありますので、かなり幅広ですね。はい、というところで、僕のこの説明で分かっていただけましたでしょうか。一旦ちょっとが画面を戻します。してちょっとお待ちくださいね。してはい、いや、やっぱりちょっと難しかったですね。なるべく簡単に、着物の種類を皆さんに知ってもらいたいなという思いがあるんですが、着物というのはすごく、今種類が豊富になってまして、今僕がお話ししたのはものすごく、大雑把な世界といいますか種類です。大きな枠組みの種類になります。まあ多分着物のことをご存知な人の場合はいろいろツッコミを入れたくなるところが多々あると思いますが、全てを説明するとやっぱり今僕の思いとしてはこの動画は、着物ビギナーの方ですね、まあ、これから着物を好きになりたい、それから着物に興味を持ってほしい、できることなら僕は30この間35歳になりましたが、僕の年齢の、まあ、前後10歳ぐらいの方ですね、まあ、20代前半ぐらいの方が着物に興味を持った時に、どういうふうに着物種類を、考えたらいいのかということを僕は知ってもらいたくてこういう動画配信を、してみました。今視聴していただいている18名の方見ていただいておりますが、大多数の方はおそらく着物に詳しい方だと思います。なのでいろいろツッコミをしたくなる気持ちはすごく分かると言いますか、まあ、多分言いたいところ、僕の言葉が足りないところかなりあると思うんですが、大きな枠組みで捉えていただきたいなと思います。ありがとうございます。そうですね、紬の振り袖というのは珍しいです。非常に珍しい、一般的にはなかなか見ないですが、ですけどもうちのお客様でもうちで買われたわけじゃないんですが、デニムで作った着物の振り袖というのを着られる、成人式で着るということでうちで着付けをしましたね。そうそうそう、着付けをうちでさせていただいたということもあります。なので、振り袖という定義は着物の形状だということですね。形状が振り袖だということ。あきこさんこんばんは、ありがとうございます。というところで今日のテーマ着物の種類については、終わりにしたいと思います。そうです、着物の倉敷で
囲まれたと。大国さん、すごいですね。プロですね。もうすべてを把握しておられる。完全プロ。まあ、まあ、元プロなんですけど。あ、ありがとうございます。分かっていただけますでしょうか。もう嬉しいお言葉でございます。ありがとうございます。ということで、まあ、なるべくこれからうちの、僕の、配信は、簡単なお話を極力、していこうかなと思っております。難しい話というのは、実はもう結構呉服屋さんこういう配信をされてまして、難しい話はいっぱい出てます。すごくコアな、情報を知りたい方っていうのはそういうものを見ていただいてもいいかなと思っております。が、簡単な部分だとか、ちょっと曖昧なところとか、そういうのをなるべくご質問いただいたりして、僕がここで、即答できるものは即答できるとか、っていう形を取れると、また、というふうに思っております。もう一つ質問が来ております。織の着物に染めの帯の。織の着物に染めの帯の由来は、ありますよ。ですね。もともとその、元々は織の帯というものが、基本的にはフォーマルなものが確か最初じゃなかったかな。いや、すごく曖昧なな、誰か助っ人。で、染め帯というのは、カジュアルな帯というのは染め帯が最初だったはずです。だから織の着物に、カジュアルな着物に対して織の帯がフォーマルになっちゃうから染めのカジュアルな帯をすると。それで織の着物に染めの帯という、なんていうかコーディネートが出来上がったと聞きました。まあただ今の時代はもうその考えはまああまりないと言いますか。染め帯でも、織の着物に染め帯でも、織の帯でも、何でもいいんですけど。ちょっとこれは正しいお答えになってるか、わかりませんけども。はい。次回は TPO ですね。TPO については、また改めてやろうと思うんですが、TPO というよりも各いろんなシーンでですね、どういうふうな着物を着たらいいかというお話をできればしたいなと思ってます。例えば入学式ではどういう着物がいいですよ。どういう着物からこういう着物までの範囲でどういうふうにコーディネートしたらいいですよというお話とか。結婚式では、どういう立場の人がどういうものを着るかとか。そういうお話を、あとはお茶会。お茶会もどういうお茶会と、まあこういうお茶会やああいうお茶会ではどういう着物だったらいいかとか、そういう、着物の一つに対しての TPO というよりかは、この場面でどういう着物を着たらいいかというお話をしていこうかなと思っています。で、今後の放送スケジュール。今後の放送スケジュールは今までは毎日配信という形でさせていただいておりましたが、ちょっと毎日ではなく、ある程度区切ります。区切って、やりたいなと思っておりますので、こちらの勝手なスケジュールを、作らせていただきました。火曜日、今日ですね。今日は火曜日ですね。火曜は夜8時から。木曜日はちょっとお試しですけど、お昼の2時からやってみたいと思います。で、土曜日はまた夜の8時からと。週に3回、放送できたらいいかなと思っております。で、これが基本のスケジュールなんですが、実は、明日も放送します。水曜日。本当は水曜日予定には入ってないですね。明日はちょっとイレギュラーという形で、お昼の2時から放送しますが、ゲストを呼んだ放送をいたします。その明日のゲストはどなたかというと、三栄堂の岡さんをお呼びいたしました。
三栄堂の岡さんが先日ライブ配信にご参加いただいて、三栄堂の岡さんですよというご説明をしたら、皆さんから、せっかくならばぜひゲストで出てくださいというコメントが確かたくさん来ておりましたで、岡さんに、いかがでしょうかとお声をかけたら、ぜひ、ライブ配信、やってみましょうということになりましたので、明日の2時から、これはあの通常の予定にはない、放送ですけど、こういうゲストが来る場合は予定とは関係なしでですね、僕が動けるときはぜひやりたいなと思っております。で、明日お昼の2時から岡さん、三栄堂さんの岡英介さんに、和菓子のことを、松江の和菓子のお話をいろいろ聞かせていただきたいと思っております。ぜひ皆さん、質問などございましたらたくさん質問してください答えれることは岡さんが答えてくれますので、あの僕はほとんど喋らず、司会進行ですので、あ、ちょっと待ってくださいね、いっぱい待てよ待てよ待てよ、はい、岡さん期待大ですね。 ありがとうございます。楽しみですね。ありがとうございます。明日も楽しみですね。岡さん見てますか？岡さん見てますか？すごいハートが来てますよ、岡さん。素晴らしい。楽しみにして。皆さん、みんな岡さん、岡さん、岡さんって入ってます。あ、宮崎さん、こんばんは。ありがとうございます。また復活しております。はい、ついにゲスト、三栄堂の岡さん、来られます。岡さんとはですね、まあ、あの、僕と岡さんの馴れ初めはまた明日、きちっとご説明をさせていただきたいと思います。和菓子大好きですね。松江のお菓子はとっても、美味しいのと、まあ、やっぱり、三栄和菓子どころでもありますので、ぜひ2時から見てください。よろしくお願いします。まあ、もし見れなくても、この動画は、Facebook 上には、アーカイブが残るのと、それから YouTube の方にもまた、動画を残しますので、ぜひそちらでも見てください。ということで、明日のゲストは三栄堂の岡さんでございます。岡英介さんでございます。ぜひ皆さん見てください。では今日はこのあたりで、おしまいにしたいと思います。皆さん、ご視聴いただきましてありがとうございました。今、まあ、こういう世の中でちょっと寂しい状態ですので、週に3回ほどではありますが、こういう配信をして、少しでも着物のことで、楽しい話をして、流れたらいいなと思ってます。で、時々こういう形でゲストをですね、また呼んで来ていただいて、お話をしていただいて、松江の紹介をできたらいいのではないかなというふうに思っております。では、また明日2時からライブ配信いたしますので、ぜひ、ご覧くださいませ。よろしくお願いいたします。それではまた明日、さようなら。